ちは、ダイレクトランシャージョの広島です。今回は洋楽を弾き語りしていくときにかっこよく歌えるポイントについて紹介していきたいと思います。ぜひ一緒に歌ってみましょう。それではやっていきましょう。今回は英語の歌を弾き語りするときの歌のポイントとしまして2つお伝えします。1つはリズムをですね、円で捉えるということ、そして2つ目は歌うときに子音と母音を分けて考えるということについて紹介していきたいと思います。まず、リズムをですね、円で捉えるということはどのようなことかということなんですが、やはり歌の時に、英語と日本語とやはり違うので、どうしても直線的に捉えてしまう方が多いんですね。そうするとやはり歌がのっぺりとして、英語の持ってるその音楽的な広がった感じが出ないというふうになるんですね。例えばですね、じゃあビートルズのヘイジュール、これを弾き語りしたいとしますね。そしてメロディーがヘイジュールというメロディーなんですが、これをメロディーは合ってるのにヘイジュール Don't make it bad Take a song とやってしまうと、音程も間違ってない、リズムも悪いわけじゃないけど、何かグッとこない程度に思うかもしれないですが、それはやはりさっき言ったまずリズムの捉え方から変えていくことで変わっていきます。直線的にポン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 置いていくだけだと、やはりボソボソっとした感じが出ますので、リズムをこのようにぐるんぐるんぐるんと捉えます。ちょっとですね、書きながら説明しますね。 1,2,3 このようなイメージ。やはりカウントを取るときも 1,2,3,4 とは言わないと思うんですね。 1,2,3,4 というふうに、このようにくるんくるんくるんと上がっていくようなイメージで捉えると思うんですね。そうすると、Hey Jude, don't make it bad ってやってた人が Hey Jude, don't make it bad Take a song and make it better というふうに、歌がですね、このようにポン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 と跳ねていくようなイメージ、これを持っていくとまず英語っぽくなっていきます。そして、もう一つ、今この円を描いたところで先ほど言った2つ目のポイントの子音と母音と分けて考えるというところも見ていきましょう。これはですね、どういうことかというと、まず通常あまり意識をしないとどうなってしまうかというと、これ、リズムの、頭ですね、これに対してこれを日本語と同じように、このように Hey Jude の Hey Jude を Hey Jude と捉えてしまうということです。そうするとのっぺりとした感じで Hey Jude Don't make it bad みたいな感じになっちゃうんですね。で、これをじゃあどのように変えていくかというと、子音とポイント変えていくので、子音っていうのは Hey じゃとというシーンですね。そのシーンで準備をして、母音でさっき円を描くと言ったので、母音でポーンと飛び立つようなイメージ、はっというので、はっで準備して Hey Hey、 それと Hey っていうのがちょっと違うんですね。このようなイメージ Hey Jude も J でシーンで準備をして、you ですね。ジュールの you。それでやると、hey, jude というイメージになっていきます。これはですね、ちょっとアタックなので、少しギターを使って説明してみたいと思います。例えばですね、という音程があったとします。今のこの感じ。これが先ほどのもう子音も母音の区別もなくて、いっぺんに Hey Jude とやったようなイメージですね。それに対してこういうふうに、とやるとどうでしょうか。
音は同じなのですが、先ほどのた、この音以外は何もなかった状態に対して、このシーンというのがこの他の音でブラッとちょっと入ってる感じ。そうすると、うん、だた、た、た、たたたたが、ブラ、ブラ、ブラババババ、ブラババ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 というような感じがして、一つの音に対する、価値がどんどん大きくなったようなイメージになるんですね。ですので、やはり英語っていうだけでかっこいいなと思ってたのは、そういうところにポイントがあるので、一つの音を一つにしてしまうと、ヘイジューというふうに、もう日本語みたいになるので、シーンというのを分けて、シーンとポイントを分けて考えることで、もう一度あまり良くないで言うと、ヘイジュー、ヘイジュー、Don't make it bad, take a sound という感じ。それに対して、シーンで準備をして、それでポイントでポーンと飛ぶようなイメージ。そうすると、Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart. Then you. というような感じになってきます。他の例でもやってみましょう。ブルーノ・マーズの Just the way you are という楽曲があるんですが、それのサビで、When I see your face という、ところがあるんですね。これをやはり先ほどと同じように、ちょっと待ってね。これが When I see your face という状態。これが頭に全部あった感じですね。これだとやはり音の使い方がもったいないので、when の場合だったら、wh な感じ、ううで溜めてからえが来る感じ。そうすると when という感じになるんですね。そうすると最後 when I に対して when I see という感じに変わるんですね。ポイントシーンの区別なくやると、When I see your face, then other thing that I would change. みたいな感じで、やはりのっぺりとした感じ。それに対して、シーンで準備をして、ポイントでポーンと飛ぶようなイメージ。そして、ぐる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 、円で取れる。そうすると、When I see your face,Then not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are というような感じで音が飛び跳ねたような感じになります。この2つのポイント、まずリズムを円で捉える、そして次は母音と子音を分けて考えるというところを意識して洋楽をかっこよく歌えるように練習してみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。